初めてのビムシム3 days チャレンジ最終日です。このチャンネルでは次世代の技術者に向けてスキルアップ情報、受注単価アップスキル、転職スキルをお届けしています。お届けするのは私、ビムシム導入コンサルタントの花澤と申します。建設の花澤です。どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、チャレンジの内容をサクッとおさらいします。高単価で示される次世代のオペレーターへの第一歩、初めてのビムシム3 days チャレンジでしたよね。内容は3日間の間にですね、この擁壁と背筋をできるようになろうというところでした。そして、レビットのオープンチャットでですね、レビットじゃないですね、ごめんなさい、LINE のオープンチャットでみんなで交流しながら、たった3日で背筋とですね、擁壁をマスターしよう。で、今回擁壁を昨日まで書いていただきました。今日はですね、ちょっと時間があれなんですが、背筋を作ってみようというところですね。背筋の設置。なので、いよいよ擁壁完成したので、背筋を行いたいと思います。背筋はですね、鉄骨を配置することって言うんですね、鉄骨を組み立てることなので、鉄筋コンクリートですね、各部にですね、背筋の方法っていうのが違うよっていうのがございます。でもです。基本を押さえるとですね、このような形がサクサクできちゃいますっていう。ただし、いきなり背筋できないので、下準備っていうのが大事です。今回はこの下準備をしていきたいと思っています。背筋配置の準備は2つです。1つは、かぶり圧と呼ばれるもの。もう1つは、断面図ですね。だからそれは横断でも縦断でも変わりません。そして、ここから先はですね、実際の手順とともにお話をしたいと思っています。はい、で背筋ですね、しやすいようにまず断面図を作っていきます、はい、なのでレビットの方をですね、行かせていただいて、でどこにします、これちょっとここにするとですね、見えるかと思うんですが、リボンタブですね、リボンタブのの中にですね、断面がございます。で、よいしょと切っておきます。向き大事なんでね、反対側にしましょうね。よいしょ、はい、で、これ断面1が出来上がりました。実際のレビットの方ですね、断面引いていただいた方はですね、断面図っていうのが増えてます。プラスボタンで断面1にしてもらうとこういう形になるかと思います。ではですね、かぶり圧を設定していきます。構造タブの中 のですね、かぶり圧で、今回ですね、かぶり圧1、2っていうのを追加してほしいんですね。1、2を追加していただいたら、1は100、かぶり圧の2は110という設定をしましょう。ここまでですね、ちょっとやってみたいと思っています。はい。ですね、断面が見えることを確認していただいたら、リボンタブですね、構造の中の鉄筋、下向き三角をしていただいて、かぶり圧設定っていうのがあります。で、ここでですね、追加、で、かぶり圧1、2とあります。かぶり圧1、2の数値に関しては、かぶり圧1が100、かぶり圧2が110という設定にします。たら OK ボタンを押します。ここですね。かぶり圧1とかぶり圧2ですね。こう押していきます。なので、糸の方ですね。押して、下の方ですね。プロパティの下の方を見ていただくと、下向き三角で変更ができますので、エスケープを押します。エスケープをします。はい、で、実際にレビューして見ていただいたかと思います。できそうですか？ちょっと確認をしてみてくださいね。
ではですね、実際に背筋をちょっと少しやってみようと思っています。準備ができたので、いよいよですね、背筋の配置というところで、ファーストステップなのでですね、実際の細かい寸法までは今回行いません。あくまでも対象の構造物に何本のですね、背筋が必要かを集計するというようなイメージです。ではレッツチャレンジですね。はい、今回は 10m の逆 T 字型の擁壁の背筋を行っていきます。はい、なので、構造の中の鉄骨の鉄筋の鉄筋ですね、エラーが出た場合には OK ボタンを押していただいて、 D のですね、例えば D の13ですね、で形状の形選択して、かぶりやすですね、背筋をしていきます。ではここまでですね、まずやっていきたいかと思っています。で、D の13で00でしたよね。で、これをですね、筋を見るとこういう青い線が出てきます。で、どっちに向けてやっているのかっていうところがあります。で、あとですね、鉄筋セットっていうところがあるので、またここで変わってきます。ではじゃあどこに設定をするのかっていうところですが、はい、最大間隔っていうところにして250間隔で入れたいっていうところですね、します。鉄筋セット最大間隔で250、入れづらいですね。250mm にして筋をします。そうすると背筋ができます。じゃあどうなってるのかっていうのをですね、ちょっと 3D ビューで見ましょうか。そうすると E に入ってるのが分かるかと思います。で、この後ですね、間隔と数というところにして、数量が22というふうにちょっと変えてみましょう。もう一度ですね、断面1に行きます。で、ここをクリックしていただいて、鉄筋セットですね、間隔と数にして22にしましょう。で、鏡像で写してもいいですし、今みたいにですね、同じように設定をしていただいても大丈夫です。そうするとですね、こんな風にこうずれたりするところがあります。これは位置ですね、上に上げることができますし、マウス、キーボードのですね、矢印の方向でも動かすことができます。はい、では今度でですね、資金のですね、鉄筋径を変更しようと思います。で、右側のですね、銀を選択して16っていう風に変えたいと思います。13ではなく16に変更します。ちょっと太くなりましたよね。はい、で次はですね、16で形状が06のもので、現在の作業面で
作業面と平行を選びます。でこういう形にこう入れていくっていうところがございます。なのでもう一度デビットの方ですね、背筋にします。で16の5番目にして少し大きいところですね。配置の方法、現在で作業面と平行にします。こうすると近くにするとですね、こういろんな形で入ってきます。で一番近しい形になったらマウスでおきましょう。で入れたら鏡像でですね、こちらの形にフックの形にします。しといてですね、修正の中にある鏡像を押してください。で最初に作った方はデリートで消します。でデリートで消してですね、これ太さというところがあるので、詳細にしていただくとちょっと変わってきます。でここまでできたらですね、今度はスケッチで横はですね、描いていきたいと思っています。それでは実際にやってみたいかと思います。レビットのところですね、行っていただいて、あ、上に上がってますね。でまたで、ああ違うパスじゃないですね、ごめんなさい。にして16にします。で今度はスケッチにしたいので、配置方法のスケッチを押してください。でマウスの左でですね、今度はですね、スケッチで太さはですね D25 で描いていきたいと思います。なので、現在の作業面と作業面と平行であるということを確認してスケッチにしていきます。デビットの方ですねにします。で配置方法はスケッチにします。でこの円を押してあげると同じ破線が出てきます。でスケッチでですね、まっすぐでここからですね、まっすぐにした状態でこう仮寸法出てますので600でエンターにします。でこうするとこう600、これ一筆書きじゃなきゃいけないので注意してくださいね。緑の0点チェックにするとこの太いところで出てまいります。
で、こちらですね、ちょっと長さを変えていただいて、大体でいいです。変えていただいて、変更してみましょう。こういろいろ移動はできますのでやってみてください、はい、でやってみていただいたらですね、はい、じゃあちょっと確認をしていきます。でどのピッチになっているのかっていうところですね。なので背面側のものとですね、主筋側のもの、ちょっとピッチが違うので、気をつけてですね、配置の数見ていただきたいと思います。まずですね、 3D ビューで見ると今こんな感じになってますよって、まあ、これ今いっぱい入っててあれなんですけど、よいしょ、ですね、鉄筋セットどうなってるのかっていうところになっています。で間隔と数にして、でもう一個ですね、125で最大間隔にします。こんな見ていただくと、違ってるってことですね、見ていただけるかと思います、はい、でこの背筋側と主筋側がずれてるかどうかってところですね、ちょっとそれを 3D のところとかで確認をしていただいて、合わせていただいて完成となります。で不明が多い場合はですね、再度動画を見ていただくか、オープンチャットとかでですね、ご質問いただければと思います。ではまとめます。基本の背筋と 3D モデルの作成と背筋の作成です。今回の話いかがでしたでしょうか。背筋もですね、ルールがあることをお話しさせていただきました、最初にお話した通りであれば、コツとやり方さえマスターすればですね、誰でも簡単にレビートのスキルを取得できます。今後の流れについてです。レビットのこの先できることですね。3D モデルの作成後っていうのは実はこんなことができます。切り取られたモデルの断面を切り出して二次元の図面を起こしたり、作られたモデルの集計表を作成したり、モデルを使用し、構造解析をですね、分析したりすることができます。なので、一つのファイルでできることがいっぱいです。また、レビットとですね、他のオートディスク社製品を使用してもっと可能性が広がってきます。例えば、インフラワークスとかですね、使ってですね、どのように土地を利用するのかというものだったり、駅舎の中ですね、ホーム部分だったりとか、屋根だったりとか、またですね、橋梁の、上部構ではなくて下部構ですね、を作っていただいたりとか、あと浄水池の施設の方と、あとパイプの方もですね、作っていただくってことも可能です。またですね、インフラワークスですね、等を使っていただくことによって、現地に調査行かなくてもですね、こういった形だということをご説明するということもできますし、インフラワークスとですね、やり取りですね、もすることも当然できます。ワクワクしてきませんか？もし、あなたが未来を良い方向に変えたいと思っているのなら、個別相談でこの先お話ししましょう。動画を最後まで見てくださり本当にありがとうございます。では、またねー。